ダイアログ要素で作るモーダルダイアログです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう最後のセッションで皆さんお疲れかと思いますが、あと20分ほどぜひお付き合いください。やっていきますね。はい。ではまず、あこのセッションでモーダルダイアログについてあの注目していくわけですが、まずはモーダルの UI についておさらいしてみましょう。でモーダルの UI っていうのは、ちょっと待ってください。これ消したいな。かはい。 えっと、画面の最前面に表示されるボックスで、でそのボックスの中にはなんかコンテンツが配置されますよね。で、なんかあの上の隅の方に閉じるボタンがついていたとか、で背面にはあのオーバーレイがあって、かあの背景のコンテンツが隠れているよっていう感じですよね。で、実際に実例としては、例えば Twitter でツイートするときとか、あとは Amazon でお気に入りに干し物リストリーに入れたときとか、 あとはディズニーホテルで予約したときとか。ちなみに私、来週の終わりにディズニーホテル、あの、トイストリーホテルに行くんですけれども、ちょっと天気が心配ですね。で、あとは、あの、絶対に広告を見ないと、コンテンツを使わせたくないような強い意志のあるサイトですとか。っていったようなページ、いろんなところでモーダルが使われています。で、我々もこうしたモーダル、いろいろ実装することありますよね。 で、その中でいろいろお悩みがあるかと思います。例えば、いつも同じ JS ライブルを使ってしまったりとか、あるいはモーダルの Z インデックス重ねにはいくつが適切なのか、1000なのか、1万なのか、もっと上なのか、いくつがいいのかな。その他にもタブ、あのモーダル展開中にタブキーを押すと、どん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 モーダルの外にカーソルが映っていったりしまったりとか、あるいはリアクトとかビュースとか使っている方の場合は、あのコンポーネントの入力の都合で、 クリエイトポータルとかテレポートが必要になったりとかしますよね。で例えばこれは1つの例なんですけれども、こうモーダルを開いたときにこの右下のここがモーダルより上に重なってしまっているというような場合もあります。これはもしかしたら意図しているかもしれないんですけれど、も、こういうふうに重なり順がいろいろ問題になったりすることもありますよね。いろいろなちょっとお悩みがあると思うんですけれども、このダイアログ要素を使うと、 いいろいろお悩み解決できますこのセッションでは、ダイアログ要素について、私、小山昭郎が20分間、皆さんとご一緒に解説を進めていこうと思います。私は PixelGrid という会社にフロントエンドの仕事をしていまして、4モツという ID で Twitter とか GitHub をやっていますので、もしこのセッションをお聞きになった上であの、ご質問とか、あるいはご感想ありましたら、ぜひ私に4モツまでメンションしてみてください。 さて続きを進めていきますね。で今の今回のお品書きとして4つに分けてお話をすでに聞いていきます。でまずはモーダル要素あ、モーダル用の要素としてのダイアログについて皆さんとちょっと深掘りをし、重なりの仕組みをおさらいして、そして CSS でカスタマイズする方法も少しご紹介し、ダイアログ要素の弱点についてもちょっと見ていこうと思います。はい では、まずはモーダル要素、あモーダル用のダイアログ要素について深掘りしていきましょう。でダイアログ要素はちょっと歴史に紆余曲折ありますして、HTML5 がもう登場した初期の頃はダイアログ要素っていうのは別の,あの定義がされていたんですね。ダイアログ要素はもともとは会話をマークアップするための要素で、であの定義リストの DL のように使われていました、の親戚のように使われることが想定されていました。 それがあの少しだったら削除されましてね。であの、新たに別の意味のモーダルとかダイアログを使うための、ダイアログを作るための UI のための要素としてダイアログ要素が復活しました。現在ではブラウザでもいろいろサポートされていましてであの、正式な仕様にもなっていますで。この仕様の中ではちゃんとダイアログ要素は あのダイアログボックスとかインスペクターとかウィンドウとかを作るための要素ですよっていうふうに定義されています。で、使うときのタグはこんな感じで、で、ダイアログって書いて、その中に要素を何か内容を入れれば、それがモーダルにこう展開されます。で、このとき ID などで目印をつけておくと便利です。 というのも、モーダルには開くボタンが必要ですよね。このままだと閉じてあの何も見えない状態なので、開くボタンが必要なので、開くボタンを用意します。で、開くボタンでは、要素を取得して、小モーダルってやると、ドムの,のネイティブの、JavaScript のネイティブの力で、モーダルが起動して見えるようになります。で、閉じたら,開くあ閉,じたら閉めるボタンも必要なので、閉じるボタンを用意します。閉じるボタンには、同様にモーダル,よモーダルを、 モーダルのダイアログ要素を取得して、で、クローズってやると閉じることができます。簡単ですよね。これだけで JavaScript も、まあ、ちょっとだけ、もう2行だけ使うけれども、これだけでモーダルができるんですね。で、実際に作ってみたら見てみましょう。ちょっと小さいですが、下の方にダイアログ要素があって、で、閉じ開くボタンがあって、そこでは、show モーダルっていうメソッドを呼んでいます。これで開きますね。で、他にも一応参考用にいくつかインタラクティブな 要 A 要素、ボタン要素インタ、インプット要素も用意しています。でモーダルを開いていますね。クリックすると、小ーモーダルでモーダルが開きます。ダイログが開きます。こういうふうに。で、閉じると閉じると。でもう一回やってみましょうかね。で、この状態で、他のインタラクティの要素をクリックしても何も起こりませんと。モーダル開いたときは、他の要素が反応しません。そして、タブキーを押しても、モーダルの中だけでこのフォーカスが遷移するわけですね。で、キーボードだけでも操作可能です。 ちなみに、あのタブあのエスケープキーを押すと閉じることもできます。で、ちょっともう、あ、そうですね。で、この閉じてる状態ではちゃんとフォーカス全部復活しますよね。で、モーダル開いてる状態で、ちょっとアクセシビリティパネルを見てみるとこんなふうに、モーダルにはちゃんとね、あのロールがついてで、モーダル状態もトゥルーになって、プロパティがついていますね。 これも専用の要素だからできることですよね。自動でブラウザがやってくれると。で、その状態で、開いている状態で、他のインタラクティブな要素からは、アクセシビリティのプロパティは全部消えて、無効化されています。で、モーダルを閉じた状態で、ちょっと更新して、状態を更新して、もう一度見てみると、この辺のもともとのインタラクティブな要素は、プロパティ復活して、またアクティブになっています。 だいぶ便利ですよね。何もしてないのに勝手にいろいろやってくれるんですよね。必要なことはい。で、ダイアログ要素は、現状、現在ではさまざまなブラウザー、最新のブラウザー、全部でサポートされていて、サファリはちょっと最近なんですけれども、ルイ・サファリ、あとはインターネットエクスプローラー向けの、サポートブラウザー向けのポリフィルも一応存在します。で、これですね。ダイアログポリフィルっていうのがあります。これ読み込んで、有効化すれば、 古いブラジャも一緒ダイオウリオスが使えるようになります。で、重なりの仕組みもちょっと注目してみましょう。で重なりっていうと、今までは z インデックスでやっていましたよね。z インデックスをお答えし,しますと。と高い値が上の方、上に積み重なると高い値高ほど上に積み重なるで、でもそれをこの値の積み重ねにもあるんですけども。親同士が重なるとその子供は？ 隠れてしまうわけですね。ちょっと図にしてみたので、図に見てみましょう。で、あの、ここに1と1000のパネル、あの、要素がありますが、あの、モデルを作ったから、とりあえず1000して押しておけばいいかなって思ったら、誰かが知らないうちに1万の Z インデックスを実装してみてしまって、ダイオルが隠れてしまうっていう可能性もありますし、そもそも親要素の重なりが優先されるので、1万の Z インデックスが親要素の同士の1と2の重なりに負けてして、1万が2に負けてしまうこともあるんですねで。これだとちょっと、もうちょっと具体的に説明しますと、こんな感じです、ね、現実世界では。Z インデックス1の箱に入った Z インデックス1万のチーターさんは、あのその箱同士の重なりにの中にいるアザラシさん、アシカさんアシカさんに負けてしまうわけなんですね。アシカさんの方が上に表示されると。 いうわけですというわけで、Z インデックスで重ねる関うにするどうしてもお悩みが来てね、最前面に表示するための値がいくつが適切なのか、そもそも入れ子を親同士が入れ子になると最前面に表示できないという悩みがあります。しかし、しかしですよ、ダイヤル要素にはトップレイヤーと呼ばれる新たな重なり順の仕組みが適用されます。でこれはあの絶対に最前面に表示される仕組みです。 で、これは CXS の Z インデックスで100万でも1億でも指定しても絶対に超えることはできません。ちなみに CXS の Z インデックスには上限の値があります。で、えっと、トップレイヤーはちゃんとしあの仕様にも定義されていて、であの図にして説明するとこんな感じですねあの。ブラウザーの中に表示されるウェ,ブってウェブページっていうのはあの UI の,の URL とかブラウザーの UI があって、その下にページがし存在するわけですけれども、 トップレイヤーっていうのはあの、ブラウザの UI とページ本体の間に追加される特別なレイヤーで、この中にあのダイアログ要素が表示、はい、配置されます。なので、Z インデックスをいくら頑張っても、このトップレイヤーにはたどり着けないので、絶対に最前面に表示されるというわけなんですね。はい。というわけで、ダイアログは最前面が絶対に保証されていると。その他のダイアログ要素の以外の要素では絶対に実現できない機能が備わっているわけです。 でこのダイアログ要素を CSS でカスタマイズすることも簡単です。で先ほど見たダイアログ要素はなんか黒い背景であのしょぼいあの、あまり見た目の,あのちょっとシンプルなボックスの中にコンテンツが配置されたわけですが、これは自分、あのブラウザの CSS なので、これを上書きすれば自分でカスタマイズできます。でブラウザのデフォルトの CSS はこんな感じで、 まあよく見た感じだと、なんか、ポジションでフィックスついていて、大きさが、のこの辺にフィットコンテン,テントが入っているので、フィットコンテントはちょっと見慣れ,れない方もいるかもしれないですけれども、この指定はキュッと縮まる指定ですね、こういうふうに。がされています。で、これを上書きして、あのち,ちなみにここ、背景部分ですね。背景部分にはドロップ、ああバックドロップっていう疑似,あの疑似要素があって、で、そこにはこのように、 薄いい黒が敷かれているので、背景が薄い黒になっているわけですねで。これ上書きしてみるとこんな感じで、あの、大きさをちょっと広げたりとか、あるいはボーダーちょっと太くして青くしてみたりとか、カードマネちょっと入れたりとか、背景の色もなんかグラデーションにしてみたりとかっていう,ことがいうふうにして自分で好きにカスタマイズできるわけですね。実際に見てみるとこんな感じです。はい。カスタマイズした CSS で表示されましたと。 で、これ CSS 自分でカスタマイズできるので、まあちょっと自分でし編集している気分になって見ていただくと、こんなふうに、まあ、好きに変えられるわけですね。はい。棒、あの、角丸の値も変えれば、こんな風に丸くしたりとか。あるいは、この背景の色もちょっと変えてみようかなと。ちょっと薄くしてみようかなと。オーバーシティで薄くしてみようかな。あ、ちょっと薄すぎたかなもっと濃くしてみようかな。 こんな風に CSS をちょっと編集するだけで自分の好きなようにモーダルを作ることができるわけです。で、もうちょっと頑張ると、こんな風にもっとグラフィカルなモーダルもできるわけですね。というわけで、見た目は CSS で変えられるというわけです。で、モールにはちょっと弱点もあるわけですね。で先ほど見た通り、モーダル表示するとパッパッとアニメーション効かない状態で表示を調べましたが、これもちょっと CSS を工夫すればできます。で、やり方は2つあって、 で、まず一つ目が、こっちの方が簡単なのであの、やりやすいかと思います。オープン属性がついたら CSS アニメーションであのアニメーションさせると。まずはこんな風にキーフレームで CSS のアニメーションを用意しておいて、これは全透明から動シティ一に変化するっていうアニメーションですね。フェードインっていうアニメーションを用意しましたと。で、モーダルがオープンした、オープン属性がついているモーダルに対してアニメーションを適用すると。で、モーダル、ダイアログ要素っていうのは、 あの開くと勝手にオープン属性がつくので、これによってふわっとアニメーションができるようになります。見てみましょうかね。はい、ふわっと、ちょっとあの分かりやすいように、時間を、アニメーションの時間を遅くしているんですけれども、こんなふうにじわーっと出てくるようにしてみました。で、ここ、オープンついてますよね。これ、開いてるからオープン属性がついてるんですね。で、これ閉じるとオープン属性がなくなくりますとになくなりますと。 なのでおこのオープン属性のありなしを起点にアニメ CSS アニメーションを効かせれば、こんな風にじ0ワッと出すことができます。ちなみに、モーダルギリクラスっていうのも似たようなのがあるんですけどこれはモーダル状態でダイアログが開いたときを指定するためのギリクラスなんですけれども、これはあのポリフィルできないので、古いサファリでは使えなくなって、ポリフィルを使ったとしても、古いサファリではこれ使えないので、オープン属性の有無でアニメーションさせることをお勧めします。 でアミネーションの方法はもう一つありまして、こっちの方がちょっと柔軟ですけれども、ちょっとめんどくさい方法ですね。で先ほど見た通り、あり、開くときはじゅわっとできたんですけども、さっきの状態だと、閉じるときはパッと消えてしまうと。で、こっちだともうちょっと柔軟に、あの開いたときも、閉じるときもアニメーションできます。で、やる方法としては、まずはデフォルトの状態でぜあの、アニメーション前の状態にしておきます。このこ,こですと全、全透明でちょっと小さくしておくと。 で、開いた状態のときにこのクラスをつけるんですけれども、そのときにあの透明化が解除されて、ちょっと広いあの、広がると。広がるわけです。こんな風にアニメーションします。で、そのアニメーションはこのトランジションで実施します。で、えっ、ー、と、クラスのつけるタイミングが重要で、まず開いたとき、小モーダルしたときに、1フレーム待ってからクラスをつきます。これはあのディスプレイの切り替わりだとアニメーションが 機能しないからですね。この CSS アニメータブルっていう特性があるんですけど、それに影響します。なので、1フレーム待てから、クラスをつけると。で、閉じるときもちょっと、このタイミングがあって、あの、直接モダルクローズをするあ、ダイアログのクローズを行うのではなくて、トランジションが終了した後、初めてクローズするっていうふうにします。そうすると、こんなふうに、 じゅわーっと広、あの、アニメーションが出て、アニメーションで出て、閉じるときもアニメーションで閉じていくと。タイミングの操作がちょっとめんどくさいけれども、こういうこともできますよっていうことですね。はい。で、もう一つ弱点があります。モーダルの背景をクリックしたときに閉じたいんだけどな。ちょっと見てみると、これ見たと、あの、見て、見ての通り、この背景をクリックしても閉じないんですね。あの、これでもいいかもしれないんですけど、たまに要求、あの、 要望として背景をクリックしたときに閉じるようにしてくださいということもあるかもしれないですよね。でそういうときはちょっとこれはコツがあるんですけど、これも制御できます。ダイアログをクリックしたときに、もしそのクリックが本体よりも外だったら閉じるようにしますで。このちょっと図で説明しますと、この黒い部分、このバックドロップと言いましたけれども、このバックドロップの部分も実はモーダル要素なんですね。なので、モーダル要素をクリックしたとき、この本体よりも上か右か下か クリックした座標が、本体の外だったら、閉じるっていう風にします。で、これ、やり方としては、こんなふうに、ゲットバ n ンドレクトで、バンニングレクトで、モードル本体の大きさを取って、で、この、イベント、このクリックイベントのクライアント Y とかクライアント X には座標、マウスのカーソル、クリックした時のに座標が入っていますから、このクリックした時の座標と、このモーダル本体の大きさ、あの、 位置を比べると、それがこのバックドロップ部分なのか、それとも本体部分なのかって判定することができるので、もしバックドロップ部分だったら、モーダルのクローズをするというわけですね。で、これでできますと。あと、もうあのモーダル、ダイアログが開いている時、スクロールを止めたいっていう要望もあるかと思います。こういうふうに長いページでもあのダイアログを開くと、モーダル状態を開くと、この状態でもスクロールできちゃうんですね。で、これも制御できます。弱点ですが、制御できます。 でスクロールを止めるにはちょっとコツがいるので、これは簡単に,あの簡単にしてくれるライブラリを使ってあの、いろいろあるんですけど、私個人としてはノースクロールっていうライブラリがおすすめです。で、このモーダルの小モーダルをした直後に、このノースクロールを有効化して、スクロールできなくして、で、ひらあの閉じたときにこのノースクロールを無効化しないといけないので、閉じたときのタイミングっていうのは、このクローズイベントとキャンセルイベントで取ります。 で、もう、このクローズイベントのキャンセルイベントに対して、ハンドラを指定して、クローズされたら、このスクロールを自動的にオフにするよっていうふうにしておけば、このスクロール予防、スクロール抑止の制限もできるわけですね。ちなみにキャンセルイベントっていうのは、あのエスケープキーを押したときに閉じるときのイベント。で、クローズイベントっていうのは、ユーザーが明示的にボタンを押してくとじるときのイベントです。 でただし、キャンセルイベントは最近の車だとうまく発火しなくて、クローズが代わりにエスケープを押したときも発火,あの発火します。一応、お守りとして両方書いておくといいかなと思います。と <laughs> いうわけで、いろいろ見てきた通り、まあ、なんか JS いろいろ必要じゃないなんか簡単にできるって言ったのに騙された気分になったかもしれませんが、基本だけだったら JS ほぼなしで,でできますよね。それになんかいろいろ機能ついてるんですね。フォーカス予防しない、あの移動しないとか。 あの、レイやあのロールとか勝手についてくれるとか。で、さらに JS 必要って言ってもほ、本当に少ないしあの、やってることが自分が必要な部分しか書いてないので、ブラックボックスないですよね。そもそもトップレイヤーの機能はダイヤル要素しか使えないのでダイあの、トップレイヤーの機能を使ってたらダイヤル要素一択になるかなと考えています。さて、ここまでいろいろお話しし,たしてきまして、 お持ち帰り用のコードを用意しておきました。今回、あの、解説した内容は、ここに全部まとまっています、ね、後ほどの、あの、フォローアップでかにも、このリンク配信していますので、よろしければご確認ください。で、ここを、ここのコードには、結構コメント多めで書いていますので、このソースもぜひ、あ、これ、これ書ないな。このソースもぜひ、あの、皆さんご確認ください。コメント多めにして、あ、これもあんまないや。 例えば、この辺か。そうそうそう,こう。こういうふうにコメントいっぱい書いてあるので、あの、予習、復習にぜひお使いください。はい。スライドに戻りまして。で、あとですね、あの、私のディスクリートという会社は、あの、コードグリッドというメディアサイト、あの、ギリシャ向けのメディアサイトをやっていますので,で、その中でも、あの、モーダルの基地もいっぱいありますので、ぜひ合わせてコードグリッドも読んでいただけると嬉しいです。まとめに移っていきます。 モーダル専用のダイアログを使うと、もちろん、あのなんかあの従来の JS ライブラリでもできますが、ダイアログ要素を使うといいことだらけですよね。シンプルな,プルな実装だったら JS いらないですし、CSS でカスタマイズも容易ですし、そもそもトップレイヤーが使えるのはダイアログ要素だけだ。なので、サイズ面で絶対に保証されると。ついでにこれ使うと専用の要素だから、フォーカスあの移り、 あの外に映ってしまうのを防止したりとか、キーボード操作できたりとか、勝手にロール属性ついたりとか、いろんないいことがたくさんあるわけですね。というわけで、モーダルリスはもうだるくないんじゃないかなと、なんか JS でなんかごちゃごちゃやらなくてもいいんじゃないかなと思っている次第です。はい、ご清聴ありがとうございました。